だし汁のうまみを効かせたふわとろの生地はとっても上品な味。長芋のふわとろ焼きをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まず長芋はすりおろします。おろし金の上で円を描くように優しくすりおろすとふわっと軽い口当たりになりますよ。ボウルに卵を割りほぐし、材料 A を加えてしっかりとかき混ぜます。長芋を加えてさらに混ぜましょう。耐熱容器の内側にサラダ油を塗って生地を入れます。200度に予熱したオーブンで15分ほど焼きます。仕上げに鰹節を散らせば出来上がりです。ふっくらと焼き上がった可愛い見た目は食欲をそそる一品ですよ。ぜひお試しください。